はい、というわけでこんにちは。今回はですね、おお、最近結構寒くなりましたね。あったかそうですね。運動して冬になってきて、皆さんどうしていますか？猫ちゃん寒くないですか？私は常に暖房入ってるんでね、あったかいんですけども、この前アマゾンで気になるものを見かけました。すごいねはい、金玉見せてください。はい、お尻がブリブリじゃん見てください、こちらドドン、遠赤外線にゃごみこたつ、にゃごですよ。はい、にゃごみこたつ M サイズ、こちらね買ったんですけども、どうですか？猫ちゃん専用のこたつだそうです。あー、気になるか気になるか。1日8時間つけたとして 5.4 円の電気代、こちらをねちょっとね今から開封してみんなに使ってもらおうかなと思います。はい、というわけで今ね出しました。これで7000円、6978円なんですけども、実費で買ったので今回もねいろいろ使って感想も述べたいと思います。お、クロちゃんが動き出した。おー、待っててくださいね。猫ちゃんが入り乱れた。はい、まずこの裏側にこの4本の棒を刺していきます。そして滑り止めがついたマットがあって、これをマジックテープみたいになってるんで、この足と合わせるんかな。はい、こんな感じかな。お、すごい、結構滑り止めが効いとるね。こんな感じか。そして最後に、あ、ここの中にもマジックテープあるんでね。よし、できました。完成です。早いね、1分もせんでできました。で、これね、全然熱くなりすぎないんで、人間用のこたつと違って、最大で50度ぐらいかな。そんなにあったかい感じになるかな。出力が強いやつじゃないので、はい、これちょっと今からね、つけてみましょう。で、これね、猫ちゃんが噛んでも大丈夫なように、なんか周り、コーティングされてるそうです。お！早速入りました。このオレンジに光ってるやつはなんだ？あったかいふりしてます、これ。ほら。パッと見ほら、なんかこのオレンジに光ってて、あったかいのが出てるように見えますけども、実際はただの LED ですね、これ。ほんとあったかくなるのかな？シンバくんが中入ったらね、これ。シンバ？おー、いいね。いいね。猫立つ。これなんか上もあったかくなるんかな？ほんのり。で、こういう布団のところで寝そべってもここら辺あったかいし、みたいな。で、中に入ってもあったかいし、みたいな感じらしいです。これを果たして使ってくれるのか、今からちょっと様子をね、見たいと思います。さあ、クロちゃんも気になってやってきました。見せてやりましょうかね、中を。ほら。ん？なんじゃこれは。ちょっと気になってるんじゃないですか？なんかあったかくなったかな？全然あったかくないけど。あ、クロちゃんが様子を見に行ってます。シンバも気になるようです。こんだけほら。ほらほらほら。お、入った入った入った。お、気になっとるよ。中でなんかほら。ほら、なんかおるな、ほら。中になんかおる。あー、なんかこういうじゃん。あー、いいやん。これ。お？なんか入れそうやな。あー。おー。暴れこたつです。おー。ご飯出てきた。シンバくんはクロちゃんを優先させました。美味しそう。お、早速シンバくんがこたつで、いや、ご飯が食べたい。でもクロニキが先に食べてるから横から入ったら怒られるということで、今はこたつと遊ぶそうです。こぼしたよ、クロちゃん。はい、えらい。クロちゃんはね、ほんとこぼしたらね、こぼしたやつからほら、しっかり食べていきます。シンバくんはこぼしてばかりです。美味しそうに食べている、その後ろで順番待ちをしているシンバくん、開いたよ。シンバ、食べていいぞ。えい、クロちゃんが食べたのを見計らって、僕の番だと言わんばかりに、しっかり噛んで食べてます。美味しそう。こんなんかそうそう、あったかくなってない。全然あったかくないっす。え？嘘。全然あったかくないやん。え？え？なんか、ぬるい。電気代8時間つけて5円ですからね。1ヶ月150円。
そんぐらいの電力しか使ってないっていうことなんですけど、これどうなんだ、50度もいかんと思うんやけど、これ詐欺、騙された、可愛きいいか、しかもなんかこのなんか周りが見えなくなるこの感じ良さそうじゃない。はい、というわけでね、前回ね紹介したと思うんですけど、緑のふわふわってやったじゃないですか、蝶々みたいって言った、それがねまた壊されたんですよ、この破壊神シンバ君に。ですので、ね、こういうの買いました。フィッシングトーイというやつですね。これなんかリールがついてるんですよ。楽しそうやなと。私も釣り大好きなんでね、まあ、これも私も楽しめて、クロちゃんたちも楽しめていいんじゃないかなと思って、今からこれ使っていきたいと思います。見つけた。さあ今出しました。こんな感じですね。結構重たいし重なさそうです。このボタンを押したら糸が出て、回したらほんと釣りみたいやね、ベイトリールみたいな。あ、クロちゃんが見てますよ。クロちゃんが行きます。クロちゃんの方へ飛んでこい。ぐる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 、うん、おーすごい、ぐる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 、うわ釣れた、大きい魚釣れた。押す押す、これ大丈夫、離す、ピュッ、ほらで、カチャ、巻く巻く、釣れます。そういう遊び方ですかね。クロちゃんも気になってます。おお、ちょっと触った。じゃあ次の商品持っていきましょう、いろいろ買ったんでね。さあというわけで続きましてこちら、ダダン、頭使うやつですかね、はい、デルデル自販機、これ今一緒に入っていたんですけども、仕組みとしてはこのね、おやつをこの中に入れて回したら出てくるみたいな感じですね。だから猫ちゃんは手でこうやって回さないといけないという代物でございます。じゃあこれをね今からねセッティングしてやっていきたいと思います。クロちゃん、まずこれ食べるんか、おいで。これ揚げたことないんやけど、食べてくれるかな。開け、あー、ここが開いた。横が開きますので、ここにセッティング。回すと、ほんと出てくる、これ。え？出ないんや。穴のサイズがそもそもさ、ほらほら、もう詰まっとるんや。サイズが合ってない。あ、大きさ変えれるんか、これ。あ、なるほどね。穴の大きさ書いとるわ。16、17度、16一番でかくしとこ、あ、かけ、やばい、ちょっとずるいぞ、まだセッティングしてないんだ。クロちゃんも来た。クロちゃん、クロちゃん食べれる、これ、ほら食べてみて、おやつ的なやつやからね。うわー、ガツガツ勢い通る。食べんのこれ、これ食べれるよ、多分。好きじゃない、シンバくんはすごい好きみたい、めっちゃガツキよ。シンバ、あ、出てた出てた、回さんと出らんよ、シンバ、ほらこうやって起こして、ほら出てた、見てみんなで見てないね、出てくる瞬間見らんと、やっぱり、口に挟まってます。あ、入った。クロちゃん興味ないんかな。クロちゃんこれ、ほらほら出てきた、出てきたよ。そう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 、あー食べられたあ、好きじゃないん。あ、また来た、シンバ、うずいた、おお、覚えれるかな、頭使って出てこんねえ、この匂いするねえと、ほらそわ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 しよう。おお、そう、うお、荒技を見せてくれます。クロちゃん食べへんの。クロちゃんは全然食べません。なんじゃこれ、興味ないよーと。はい、じゃあこれ こたつの上に置いておきましょうかね、これ。おい。もっとあったかい。中はそうでもないですね。なんか台がちょっとあったかい感じ。おー、来た来た来た。そう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 。ほら、匂う匂う。さあどうする？頭使って。あー、違う違う。それは違うね。クロちゃんはずっと何しよう、そこで。あ、そうそうそう。シンバにね、プレゼントがあるの。見てください、ダダン。シンバの首輪、やっと買いましたー。はい、シンバくん首輪つきました。ちょっとシンバの首輪ちっちゃいかな、取ろう、よいしょ。これちょっとね、シンバちっちゃかったんで買い直します。ちっちゃくはないんですけど、なんかちょっとゆとりが少なすぎたんで、意外とやっぱシンバくん大きいね。あーあー、やめろやろうと、つけんじゃねえと。はい、というわけで続いてこちら、ででん、
私ねファーミネーターっていうの持ってるんですけども、これ短毛よ、短毛これ持ってないんですよ。今までねパールとラピスに使ってたのは長毛用なんで短毛用を買いました。何が違うのね、ちょっと比べてみようか。紫の方が長毛用で青いのが短毛用だそうです。これ使ってみましょう。ちょうど近くにシンバ君がいるんで、ちょっと短毛さん呼んだのでやってみましょう。ほらほら、こんなに取れました。 1,2,3 回。ちなみに長毛用のやつでやると1,2,3 回、はい、あんまり変わらないですね。あーでもどうなの、でもこっちの方がなんか短毛ちゃんにとっては短いから痛くないんかな。まあ、こっちってさ長毛用のやつってなんか長いよね、長くて研ぎ澄まされとんやけど、こっちはなんか短くて間隔も狭い感じかな。まあちょっと一応今後ね使い分けていきたいと思います。これですね、これ最強です。ハールが一番好きな猫じゃらし、これはもう定期的に買ってますね、新しいやつ。ほれこれ、ピー、まだありました、ね、これやったらさ、さっきさこれクロちゃん食ってくれんやったやん、このおやつ。これかな、毛玉ケアって書いてあるんやけど、これやったらね多分クロちゃんね食べてくれるでしょう。クロちゃんねほんとすごくね、15歳以上っつったけど、15歳以上の猫ちゃんのため食物繊維が豊富ってことは、若い子が食べても大丈夫ってことですね。すごい、これあげてみましょう。クロちゃんこれ食べてみらんね。お、これは好き、グルメやね、高いやつは食うんや。もう一回置いてみようか。ほり、うわこれは好きやった。中にねなんかとろーりしたチュールみたいなのが入ってるそうです。グルメやね、こうか、これは違うなと。出てくるかな、あ出てきたよ。俺のやって、じゃあこれは食べるんや。じゃあこれは、これあ食べた、毛玉のやつも。あ、これ、ちょっと違うって言うよ。うわ、吐き出したー。じゃあ、あ、だ、これちゃん、これはこっちはこれは、あー、それは食べるんや。シンバくんは、まだ、バカ舌なので、何でも食べます。ごめんねー。冗談よ。あ、それ違うやろ、多分食べんばい、これ。ほらほらほら。クロちゃん、すごい。ほんとグルメやね。あ、来たよ。クロちゃん、これやろ、ほら、すごい、どっちだ、おーすごい。今度はじゃあ、はい、1,2,3,4、これがクロちゃん好きなやつ。おーすごい、すごいやん。で、あとは違うと、ちょっと待ってね。あ、出てきた、ほら、はいどうでしょう。おー正解クロちゃん本当になんか美味しいのどっちか食べん。この前の俺がチュールビッツをさ間違えて犬用を買った時もね、パールとかラピスとかみんな食べよったんやけど、クロちゃんだけ食べんやったんや。なんでかなと思ったら俺が間違えて、これ犬用やんってね、ごめんね気づかんで、あの時はつって思い出してどっか行っちゃった。さあというわけで最後の商品こちら、ドゥン、リアルな羽ばたき猫ちゃん大興奮蝶々。前回ね緑のやつが良かったじゃないですか。でも、蝶々買いました。もう、この蝶々買えばいいやんと思って。これをね、今からね、セッティングしてやって、短っ！なんかさ、こう見たらさ、長そうに見えるやん。大丈夫かな、これ。一旦ちょっと作っていきます。あ、早速反応しよるやん、やっぱり。蝶々好きやね。はい、で、電池は？これか。これ。すごい！すごい、早っ！でもこれ、加えられたら一発で持ってかれるわ。これ電池すぐなくなりそうやな。おお、ちょっとテンション上がってきた。ただこれ三脚のほこらがね、ちょっと弱い。あ、ほら、もうこうなる。もうこうなるよね。倒れたらもうこうやって、ボコボコされて、ぶっ壊されるんやろ。手で持たんよ、俺が。ほら、ほら、あ、どう？これちょっとクロちゃんにも見せに行こう。あー、待って、クロちゃんに見せに行く。クロちゃん、どこ行った、クロちゃん。ずっと待って、クロちゃんどこ行った？ちょっと待って。あ、待って。ちょっと反応いいんやけど。すごい。めっちゃ来る。よし。クロちゃん、ビビってます。シンバがすごい、これ。うわ。
わ、すごいすごいすごい、うわ、逃げろ逃げろ逃げろ、逃げろ、逃げろ、シンバすごい、シンバすごい、シンバあ、クロちゃんいた、クロちゃんも気になった、やっぱりほらほら、お、クロちゃんもしてくれた、お、いいね、困り顔なっとるよ。このね、アマゾンにあったらね、今回いろいろね、紹介したものを下の概要欄に貼っておきます。あ、クロちゃんが来た、クロちゃん、シンバ、はい、なんかシンバが遊び出しました。やっぱあれ、魚がピンクのこのキラキラしてるんで結構テカリがあるんですよ。こういうのでやっぱ本能が刺激されるのか、めちゃくちゃ動かしてないように遊んでます。こうしてこう乗せて、そこセッティング、はい、いいね、シンバくん、まだシンバくんストップ、シンバくん口呼吸になってた今ね、えちょっとはしゃぎすぎとよ、うん、そうそうそう、ゆっくりゆっくりしとき、子供の時はね口呼吸になるんでね、自分で分かってないですね、どれだけ自分が疲れとるか。一旦終了、はい、上がって、ゴー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 、いやーじゃないじゃない見てください、ボカーン、なんと真横で3人が寝ております。